間取り規格によってやっぱりこう家賃の取り高ってめちゃくちゃ変わるんですよね。洗濯機置き場の上のところに棚がついてるんですよね。こういうね、あの小さい配慮っていうのがめちゃくちゃいいんですよね。入居者の訴求効果全然違いますから。皆さんこんにちは、CF ネッツ大阪名古屋東京ワンルームブロック長の川崎でございます。本日はですね、アパートを買うならこんな間取り企画、南青山建築工房最新間取り大公開と写真付きでやっちゃいますよということでですね、私ので企画させていただきました。というのもですね、つい先日南青山建築工房の案件でですね、私あのお客様の方にお引き渡しが終わった案件がございまして、まあ、アパートの引き渡し前ってなりますと、あの完成立ち会いっていうね、行事があるんですよね。まあ、要はその完成した建物を見に行ってですね、まあ何か最終的な補修箇所があるかないかとかね、そういったのを見るような作業があるんですけど、まあ、それをね、おおむねほとんどできている状態のタイミングで見るんですけど、その時にいやこれは素晴らしいと、あの非常にいい企画だなと思いましたので、ぜひですね皆様に、まあ、どうアパート買うっていうふうにね検討いただいてるんでしたら、こういうのはいい企画なんですよと。どんな物件買ったらいいのかなって、ね、なかなかその物自体のこう、ね、こう何でしょうか、どういうポイントで見たらいいのかっていうことをはっきりね、皆さん整理できてないところあると思いますので、これがいいもんなんですよというのをですね、今日は学んでいただければ思っております。まずですね、アパートね、買うときの3大最重要ポイント。まあ、アパートを検討するにあたってですね、どこが、まあ、非常に重要なポイントなんていうのかなっていうところなんですけど、これ一つはですね、まあ、言わずもがなエリア、例えば首都圏で買うのかとかね、例えば私は大阪で買うのかとかね、まあ、どういったところで始めていこうかっていうところによっても、戦略っていうのは大きく変わってきますし、で、この三大重要ポイントっていうのは結構ね、家賃に響くところが多いというか、例えばエリアもそうですよね。例えば東京で始めるのと、じゃあ例えばその関西とか、もっと地方でやるのと、家賃の取れ方ってもうそもそもエリアで変わってきますから、その周辺相場によってね、家賃が形成されている中で、やっぱりエリアが変わればもう思いっきりこう家賃が変わってしまうと。例えば同じ間取りだったとしても全然違ってしまうと。というところもあって、まあ、やっぱりこの収益、家賃に大きく響く部分というのが、まあ、この3大最重要ポイントというので、見ていただくとすれば、もうエリアというのは一つ必ず入ってくることかなと思いました。であとは駅距離ですね。これ場合によってはね、あの関係ないようなこともあります。例えば駅から離れたところでね、その街が形成されているようなところっていうのもあるでしょうし、まあ、例えばファミリー物件とかね、検討するときなんかで、ちょっと郊外でも、例えば駐車場がついていれば大丈夫みたいなようなことはあるとは思うんですけど、おおむねですね、基本的には駅の距離っていうのは、やっぱりその賃料に跳ね返りやすいところでして、やっぱり駅に近ければ近いほどですね、やっぱ家賃の取り高っていうのは高くなるかなと。逆に離れれば離れるほど、それだけ家賃はちょっと取りにくくなってくるっていうのが、まあ、大体一般的かなというところですね。そして最後にやっていきました間取り企画、今日お話しするのがここなんですよっていうところなんですよね。間取り企画によってやっぱりこう家賃の取り高ってめちゃくちゃ変わるんですよね。まあ、もちろん家賃の取り高もそうですし、まあ、その空室率というか、入居者さんがこう入ってくる、まあ、要は そこに快適に住んでいただいて、その期間が長くなるというのはですね、間取り企画あってのことですし、間取り企画が悪かったりとかすると、今度はね、退去率、要は出ていくのが早くなってしまう。こういったこともありますので、まあ、すごく収益に直結してくる部分なんですよね。なので、まあ、非常に大切なポイント、この3つですね。まずこれを覚えていただくというところからスタートかなと思います。じゃあ、良くない間取り企画ってどんなのなのと言われたときにですね、まあ、代表的なのはこれかなと。狭小間取り。一個一個の部屋がちっちゃいんですよね。これは東京都の建築安全条例っていうね、また東京で言いますとそういう条例があるんですけど、それで言うとあの共同住宅で7平米以上だとね、作れるっていう条例だった記憶をしてます。要は1部屋単位7平米あれば作れちゃうっていうね、いう形になってしまうので、7平米ってね、ちょっと想像を皆さんできないかなと。私は7平米はさすが見たことないですね。まあ、10平米、11平米ぐらいでしたら見たことはあるんですけど、まあ結構驚きますよね。それこそね、本当にもうむちゃくちゃいい立地だとすると、それがハマるようなケースもあるかなっていうところはあると思うんですけど、基本的にはね、やっぱりその住み心地がいいとは言いづらいのかなと。私の経験上でもやっぱサイクルがすごく早くなる。そしてあの、一回焼いたら長くなる。
じゃあ収支に直結するので、やっぱりまあ良くない間取り企画の代表格はこれなのかなということですね。次、無茶な間取り企画ですね。これはね、アパートに多いです。結構この無茶な間取り企画で全体的に作ってるケースって結構多いんですよね。っていうのもアパートってどうしてもね、地型がね良くなかったりとかするような土地っていうのが、まあ結構対象に当たりやすい。どうしてもね、土地のまあ価格というのは差が低くなりますので、土地の価格が低いとなりますと、じゃあそれだけ建物もね、もちろんお金もかけれますし、で、その収益性上がる形になってきますので、すごいこう、いいお土地でアパートを建てれるというケースって少ないんですよね。やっぱ収益性のことを考えますと。そうしたときに、間取りがやっぱ形が悪くなりがちなんですよね。形が悪すぎると、デッドスペースがすごく生まれる。そうすると、住んでみると意外と快適じゃないねって。で、これはさっきの狭小間取り上一緒ですけど、じゃあ退去するスペースが早くなったりだとか。お部屋探して見に来た時に、まあ、見透かされてですね、いや使いにくそうな部屋やな、これちょっとここ住まれへんなというので、流されてしまう。だからこれちょっとアパート買う時には要チェックしないといけないところですね。図面だけ見てね、室内をイメージするってかなりの数お部屋見てないとできひんかなと思いますね。その例えばモデルルームみたいになってるところとか見に行くと気づくんですよ。あとはね、マーケットニーズから離れた企画、まあ、例えばシャワールームが全然受けないようなエリアなのにシャワールーム作っちゃったとか、今新築でもね、アパートでユニットバス、お風呂というか一緒の物件ですね、っていうのも首都圏だと供給されてるかするんですね、まあ、マーケットニーズ的にはね、ちょっと今から先にはきついんじゃないの、まあ、要はそのエリアにはまってるかどうかっていうのもあります。でこれはね、周辺を調査しないとわからないことですし、あとはまあ今のね、新しく供給される物件で今受けてる物件っていうのがどんな物件なのかっていうことを理解してないと、やっぱりなかなか読み取りづらいことかなと思います。まあ、このあたりがね、良くない間取り比較の、まあ、代表格だと。じゃあ南山建築工房の間取り比較どんな感じなのって言われた時に、こんな感じの物件なんですよね。つい先日私からお引き渡しが終わったお部屋の間取りなんですけど、まあ 1K タイプですね。お部屋と、まあ、キッチンスペースっていうのがまあ分かれてる、ちゃんとドアでまあこう切り離されてるっていう状態ですね。まあ、平米で21平米ぐらいある。で洋室もまあ6畳以上が確保されていると。正直これエリアにもよりますよね。絶対20平米ないとダメですって言われると、別にそうではないです。18平米とか16平米ぐらいでもハマるっていうエリアっていうのは存在してますんで、別に絶対こうじゃないといけないというわけじゃないんですけど、まあ、私が供給をね、させていただいたとか、ご紹介させていただいたエリアで言うと、この間取り企画だったら、アパートやったら非常にいいなっていうようなエリアでした。この間取りでですね、まあ、ポイントで見ていく箇所としましては、一つ、まあ、その独立洗面台ですね。まあ、これがあるかないかみたいなところが、まず第一点としてあります。独立洗面台がね、新築でもついてませんっていうような企画っていうのは、首都圏にはまだまだ全然多いんですよね。でこれも先ほど言ったエリアによります。全然そうだったとしても戦えるっていうエリアも全然あります。なくても別にいいよっていうのはあるんですけど、正直言うとある方がどちらかと有利には働くことは間違いないかなと思います。お部屋探しをするときに皆さんってやっぱりポータルサイトね、スーモとかホームズとかね、ああいうのを見てお部屋探しをするときに独立洗面台欲しいなっていう方はやっぱりチェックボックス入れてね、探したりとかしますんで、そうしたときに、独立洗面台がないと、そのチェックボックスが付けられた場合はそれ漏れてしまうんですよね。やっぱりないよりある方がいい設備じゃないかなと。まあ、これがあるとないとで家賃の取り方っていうのは結構大きく変わってくるかなと思います。で、あとこれの位置ですね。例えばね、キッチン横についてるケースもあるんですよ。独立洗面台が。別に悪いことじゃないんですよ。全然使い勝手もその悪いとかっていうわけじゃないんですけど、キッチンの横に独立洗面台があったとしても、まあそうですね、まあ、キッチンのシンクとそんなにこう使い勝手変わらないので、まあこういう形でね、お手洗いとかお風呂の手前についてると。まあ、こういった形でね、独立してるとより使い勝手が良くなる。で、あと、二口のコンロですね。まあ一口でもね、全然悪くないですし、エリア的にも全然一口でも戦えるというエリアは全然あるんですけど、まあやっぱり二口の方がですね、キッチンサイズってものすごく大きくなりますんで、使い勝手は向上しますよね。まあこれは絶対二口の方がいいってわけじゃないですけど、南山建築工房のこの企画に関しては二口を使ってた、採用してたということですね。あとは収納スペース。これもですね、左側に関してはウォークインクローゼットがついてるんですね。まあ右側に関してはウォークインではないんですけど、まあキッチン収納スペースとして取れてると。やっぱりね、お部屋広さ、取れてる方がいいなっていうようなエリアもあるんです。もちろんあるんですけど、お部屋の広さは歩いてでもいいから、収納スペースがきっちり確保されてる方がいいなっていう方が、どっちかというとスタンダードかなと思ってます。
で、あとはね、最初に言った通り、お部屋広さが取れてますんで、まあそういった点でもですね、宮山山建築工房のこの私が取り組まさせていただきました案件に関しては、非常に良かった案件かなと思っております。全体的なね、設備見ていきましても、宅配ボックスがついてるとか、都市ガスですよと、ね。どちらかというと、募集には都市ガスの方が強かったりはしますね。で、浴室の乾燥機がついて、独立洗面台、あと、これ、オートロックもついてるんですよね。これもね、なかったらダメ。これ、そういうわけではない。全然、なくても問題ないんですけど、ある方がよりいいっていうことですよね。まあ、ただ、収益として考えたときにはですね、やっぱり家賃への跳ね返りっていうことを考えますので、じゃあ、その、例えば、オートロックがついたから、じゃあ、家賃ってどのぐらい跳ね返るのっていうのは、その辺はご相談いただけたらいいのかなと思います。で、ここからですね、室内の写真に写っていくんですけど、これ、まず玄関周りですね。まずここね、これ、左側の方の写真なんですけど、洗濯機置き場の上のところに棚がついてあるんですね。こういうね、小さい配慮っていうのがめちゃくちゃいいんですよね。ここにまあ棚があることによって、例えばタオルを置いたりだとかね、洗濯物ちょっと置いたりだとかっていうことができちゃうわけですよ。なので、非常にこれがあるだけで使い勝手がもうガラッと変わります。20平米といえどもですね、別にそんな広い一角ではないですよね。その有事的に暮らせるかっていうぐらいの広いスペースがあるかってそうでもないと。すごい広いスペース、平米数が広くなればなるほど家賃が高くなってしまうので、よりコンパクトに、より入居者さんの使い勝手を向上させようと思うと、こういうね、空いてるスペースっていうのを活用していくっていうのはめちゃくちゃ重要なことなんですね。で、これは物の見事に活用してるようなパターンですね。で、あとは、さっき言ったキッチンスペースね。まあ、これはね、IH が2口入ってるタイプで、まあ、ガスでも IH でもね、まあ、これもちょっと正直エリアには寄ったりするんですけど、うん、まあ、どっちでも人気はあるかなと思いますね。ここ、ちょっとわかりにくいかな、これ。玄関部分のですね、入ってすぐぐらいのところに、これ、投げ石フックっていうんですけどね。まあ、要は、ちょっとね、コートかけたりだとか、ちょっと物引っ掛けれるようなスペースっていうのを、まあ、ここにつけてあるんですね。まあ、こういうね、ちょっとした違いっていうのが、やっぱりね、長期にわたる賃貸経営のこの安定というのをもたらしてくれるかなと思いますね。で、あと、右側の写真、鏡がついた下駄箱になりますね。まあ、姿見は絶対ある方が、いいのいいんですけどね、別にないからこれも、ダメっていうわけじゃないですよね。ただ、まあ、これついてるんでね、まあ、非常にいい企画かなと思います。で、次はですね、水回りもですね、まずさっきと同じ、玄関周りと同じですね、洗濯機の上の部分に、こういう小物置きの棚がついてると。お手洗いの上なんかで言うとね、トイレットペーパーとか置いたりとかするスペースにもありますんで、まあ、非常にですね、これがあるとないとで変わってくる。やっぱりね、これないとこ多いと思うんですよ。やっぱりこれがあるとないとね、ほんとね、受けが変わると思います。独立洗面台のね、写真もありますけど、ここは印はつけてないですけどね、あんま大きいもの入れなくてもいいと思うんですよね。ついてるだけでやっぱりその独立洗面台がついてるって歌えますし。うん。で、やっぱりあるだけで利便性の向上というのは十分されると思います。で、お風呂スペース。これもね、さして広いわけじゃないんですけど、これアクセントパネルですね。やっぱり見え方変わりますよね。一面こういうのがあるだけで、やっぱりちょっと高級感増すというか。で、次ね、室内写真のこの収納棚。まあ、一つはこの玄関部分のところにね、こう収納棚があってっていう。まあ、こうやってね、要はデッドスペースになるようなところっていうのを、まあ、棚に変えてつけていくと。これね、段が、こう、ご自身で高さ変えれるっていうパターンですね。こうすることによってね、ご自身が自由に使える。まあ、例えばね、この棚取り外して、例えばゴルフなんかする方でしたら、ゴルフクラブとかね、このガッと収納できたりとかしますし、ご自身でフレキシブルに使えるっていうのはいいところですよね。で、この右側の写真のことです。これ先の洗面所のところですね、についてる棚になるんですけど、もうこれもあるとないと全然違いますよね。まあ、お風呂の横についてるんで、まあ、これもタオルとかね、あとお着替えとかね、こういう棚にこう置いて、活用もできるということもあって。で、あとお部屋、まあ、6畳以上の、まあ、ある程度ゆったりした企画になってまして、で、それに、このウォークインクローゼットですね、っていうのがついてると。ウォークインクローゼットの奥の部分でなりますと、上にね、棚があって、で、そこに、まあ、クロスするような形でですね、ハンガーバーがかかってるって形なんで、要は、1本じゃなくてね、これ2本あるので、服もたくさんかけれる。ね。で、クローゼットがありますんでね、高さもちゃんと取れてますんで、もちろんコートみたいな長いような服もかけれますし、その上のところ棚になってますんでね、そういったところには、例えば、季節物のね、服なんかで、今使わないものなんかで言ったら、そこにこう上に棚に置いたりとかっていうのもできると。なので、ね、こんだけね、スペースがあるとね、表に出てくるものが減るんですよ。お部屋がよりスッキリして使えると。やっぱりそういうのはこういう収納スペースでガガッとこうね、中にしまえるっていうのは非常にいいことだと思いますね。で、あとお部屋のね、室内設備。これはね、昨今で言うと当たり前ですけどね、テレビモニターフォンがこうついてると。
まあ、今回の物件はオートロックもついてますしね、テレビモニター法もついてるということで、うん、まあ、これがね、あるとないとでは、まあ、女性の入居者の訴求がやっぱ大きく変わってくるかなと思いますね。まあ、基本今はね、新築の企画になるとついてるのかなと思うんですけど、まあ、こういったところもきっちり押さえてるよというところですね。あとはですね、コンセントの数が結構多いんですよね。これ左上のところはアンテナ線と、あと下は電話線ですね。で、右側のコンセントのところ、普通は1列で3つ口っていうのが大体一般的なんですけど、これ6つありますよね、させるところが。まあ、床は支配線にせずとも、この1箇所でね、差し切れるっていうのは、まあ、非常にね、コンセントでガチャガチャってなるのも、なくなると。まあ、これスッキリできるっていうような形になりますんで、コンセントの数っていうのも、今までの時代よりもちょっと増やしていった方がいいのかなと。このコンセントの話で一つ思い出しましたね。昔ね、お部屋を紹介してた時に、一部屋の中に一箇所二口しかコンセントがないっていうお部屋があったんですけど、それだけの理由で部屋の決まり悪かったんですね。ここしかないの？じゃあちょっとここ住まれへんなって。やっぱ入居者さんね、分かる人には分かっちゃうので。そういった方にも、やっぱこうやって、ね、ああ、こんだけコンセント充実してたら非常に住みやすそうだなって。まあ、即効果が生まれるわけなんで。こうやってね、別に費用的にはそんなかかることじゃないと思うんで、つけてあげるだけでね、やっぱ変わってくるかなというところでございます。一応今回はですね、写真付きでご説明させていただいたんですけど、どうでしょう。私も大阪でいてね、大阪の新築物件でってなってきますと、じゃあ20平米そこそこでっていうと、やっぱりね、実はちょっとちっちゃいんですよ。単身物件としても。やっぱ25平米前後とかね、広かったら下手したら30平米みたいなのがある中で、首都圏でそういった企画って、やっぱなかなか実現させにくいと。でもね、20平米ぐらいあればね、単身としては首都圏だったら、まあ、非常にいい企画だと思います。まあ、まず広さはそれぐらいあれば、まあ、どこでも大体合格点かなと思いますね。で、それより狭くてもエリアによっては全然大丈夫ですし。お部屋も、これだけ考えられて、作られているという形になりますと、入居者の訴求効果、全然違いますから。やっぱ空室、ね、決まるスピードも早ければ、長く住んでいただいてですね、要は入れ替えにも少なくなって、どん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 収益生んでいただいてですね、どうせねアパートを買っていただくんであれば、こういった企画を手に入れていただくと安心してですね、この賃貸経営という効果に出ていただけるんじゃないかなと思いますんで、こういう企画をですね皆さん、イメージしながら購入いただければいいのかなと思います。でですね、南青山建築工房手前味噌でございますが、こういった企画の物件というのをいっぱい作ってます。もちろんエリアによってはね、20平米切ってるような物件もありますし、まあそこはマーケット調査もした上でですね、ここやったらいけるっていうようなところの範囲の上でやってますんで、その辺はご安心いただければと思います。で、私は南青山建築工房の物件ですね、これ以外もたくさん取り扱ってまして、まだできてない物件とかでも非常にいい物件、いい企画の案件というのはございますので、ぜひですね、南青山建築工房の物件が欲しいとか、どういう工夫してるのとか気になった方がいらっしゃればですね、ぜひ私の方も聞いていただけましたら、はい。私は南青山建築工房とベタベタに仕事してますので、はい。もし紹介してほしいという方がいらっしゃればですね、すぐ私の方からご紹介させていただきますので、お声掛けいただければと思います。支援熱のアドレスと、あとまくリノのアドレスがありますので、どちらも結構ですね、メールいただきましたら私の対応させていただきますので、ご連絡いただければと思います。では、私は以上でございます。ありがとうございました。今年も開催します。 CF ネッツ不動産ウィーク。不動産のことを丸ごと学べる1週間、6月10日から16日で開催です。 CF ネッツ不動産ウィークで検索。 CF ネッツでは不動産投資、賃貸管理、相続対策、資産形成、土地活用など不動産に関するあらゆるご質問にお答えします。皆様からのご質問をお待ちしております。